はい、お疲れ様です。えー、今日は、会社を辞めるためのうまい言い訳、うん、なんか、マイナスなような感じもすると思うんですけど、まあ、決してマイナスだけじゃなくて、うん、なんか、まあ、ぶっちゃけの話すると、まあ、つい本当にこの間かな,な何日か前に、まあ、従業員辞めたんですよ。まあ、女性だけどね。うん、で、まあ、まあ、その子の話もちょっと後で話そうかなと思うんですけど、まあ、なんで辞めたかって。 まあ、その、独立を目標にしてるだとかさ、いろんなことを考えて、まあ、今の会社を辞めたいって思ってる人って、まあ、結構いると思うんだけど、まあ、俺なりの考え方っていうのがあるんで、またちょっと、あの、聞いてほしいなと思いまして、ちょっとやっていこうと思います。目次。えー、まあ、一番、何のために会社を辞めるか。うん、辞める理由と、あ、うん、あとは、うん、まあ、 そんな理由ならやめない方がいいんじゃないっていう話をちょっとしようかなと思うんですけど、あとはまあ、うまい言い訳。うん、まあ、これも、うん、ちょっと話していこうと思います、えー。よろしくお願いします。あ、あとコメント説明欄に、まあ、いつも言ってるんですけど、あの、目次リンクって言って、あの、これ飛べますんで、まあ、これ今日ここしかないかな。こことここしかないかな。で、チャンネル登録いいね。もう、ぜひ本当お願いしますね。うん、まあ、順調には進んでるんですけど、最近ちょっとチャンネル登録数減ってきて、 せっかく見てるんだったら、あの、Google のなんか ID がないとダメみたいね。なっあの、Google の ID でログインすれば、チャンネル登録できるはずなんで、あの、ぜひ、Google でログインして、結構いない、いない、あの、結構、なに、Google の ID 入らずに YouTube 見てる人多いみたいね。俺はその、自分のね、YouTube 作ってるから、ID で入ってて、まあ、それが当たり前だと思ってます。僕もあんまりちょっとそういうの詳しくなくて。だから結構みんなこの間ちょっと、 うん、聞いたらその ID 入らずに入ってるっていう人多かったみたいで、うん、ぜひ ID 入ってあのチャンネル登録お願いします、えー、行ってみましょうはい何のために会社を辞めるの独立するために辞める2番会社は人間が嫌いだから辞める3番何らかの事情まあ何らかの事情はいいよね別に親が病気だだとか引っ越ししなかだとかまあそんなのは全然ね本当のこと言えない,いと思うんですけどまあ まあ嘘をつけと言ってるわけじゃないんですけどじゃあ独立する人、まあ、会社が嫌だから辞める人まあなあどういう理由でどうやって行ったら辞めれるっていうかどうやって行った方がいいんじゃないっていうのはまあ次話すんですけど、まあ、その前に何って言ったらその、まあ、そもそも辞める理由があるかどうかっていうとまあ俺は独立するために辞めるっていうんだったら俺辞めた方がいいと思うんだよねまあ職人さんが見てることが多いと思うんですけど うん、まあ職人さんに限って。いや、ほんで、あの、普通の会社員とかで辞めなくても副業でやれる、よりやれるって言うんだったら、俺そこから始めりゃいいと思ってるんですよ。もちろん。職人の世界って、まあそれできないじゃん。だったらどうしたらいいのって言ったら、そもそも辞めた方がいいでしょって。別に独立狙ってんだったら、うん。まあその、まあわかんない。その5人とか3人とか4人とか先輩がやってるレベル。ね、ちょっと親方が株式会社にしたけど、10人でやってるレベル。でも3年経っても昔成長してないって。 その成長してないことが悪いじゃないんですよ。でもその会社の方針がこうやってやっていきたい、やってやっていきたいってあるんで、まあそれどっちがいいとか悪いとかいう話じゃなくて、ただ自分でね、ある程度お金稼ぎたいだとかいろんなことはあると思うんですけど、うん、職人そもそもやってんだったらだって独立するしかないっしょと思うんですけど、それからね、こうやってまあうちみたいに成長していくところでリーダーやっていきたい。 いや一人親方で終わってくぐらいやったら、俺はまあ、もういつも従業員に言うんですけど、辞めるのはいいんだけど別に。独立するのはもうどんどん応援するんだけど、一人親方とかになるなよってよく言うんですけど、どうせやるんなら、ね、従業員何も使って、うん、まあ、俺も自慢できる、その元従業員になってくれって、まあ言うんですけど、うーん、まあ、 昔なんかさ、本当に20年、30年前。まあ、お礼職人やったの16だでも20年前で、20年前以上か。ね20年、30年前なんて、もっと前だよね。もっと前から職人なんてあるから。だからもう、そもそもなんか、従業員っていう感覚がなかったもんね。今でこそ社会保険でとか、そういうことうるさいけど、だってもう職人の世界なんかさ、その、なんちゅうの 日雇い労働者って言ったら失礼だけど <laughs>、その、まあ俺日雇い労働者は悪いと思ってないんだけど、そんなもんじゃん。仕事ができんかったら明日混んでもいいぞっていう世界だし、やる気にいならだって混んでいいぞ。だって俺ら体が資本で働いて、ね、最初から一人前だったら一人前もらえる世界じゃん。うん、だったらそんなもんでしょうと思うんですけど、まあ今そんなこと言うと、まあアンチの人も悪しさ、あれだけどさ、うん、あとまあ費用対効果だとか、あのコメントよう来るじゃん。 まあちょっとあんまりここでなかなかと話してもいかんのですけど。うん。まあじゃあちょっと2番いこうか。2番、会社が嫌だから辞めるまあこれも、まあ言い訳っていうかね、どうやって言ったらいいんちゃうっていうのは後で話しするんですけど。まあ、まず一つはね。まあうちの女の子、まあこの間辞めて、俺もちょっとお話しさせてもらったんですけど。なんちゅうかな。 その周りまあその子じゃないよその子じゃないんだけど、まあ、よく俺も何人も辞めていく人を俺も従業員見たから、まあ、今ね今回またこういう機会にこう,いう話できるなと思うんですけど会社辞めるやつって結局なんかじねあのアンチコメントの,その話もそうですけどそのアンチコメントってなんか費用対効果が悪いだとか、うん、楽できんとかボーナスが少ないとかなんだとか混んだとか、まあ、ほんとこちゃ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 アンチの人って言うけど。 でそもそも本当にもう今日のことしか考えてない人間って多いし、なんか、そんなことをもうどうでもいいとも思うんだけどな、俺別に。なんか自分が成長できるかどうかが基準であって、別に自分が成長しやどこ行ったって飯なんか食えるでしょう。それって多分俺営業の世界でも職人の世界でも同じだと思うし、会社員の世界でも同じだと思うんだよね。それがなんか今日、 条件がいいだとか、何がいいだとか、休みが多いとか、なんか、その、サラリーマンっていうのザ・サラリーマンみたいな、早く帰りてえだとかさ。いや、俺、そんな人生を送るとって楽しいのかなと思うんだけどな、俺。そもそもね。だったら別に山奥行って、木でも、あのー、ね、草むしりなに何、山で何草買って木切って、火炊いて生活しちゃいのになと思うんだけど。だって、つまんないじゃん。毎日会社行って働きたくないのに働いて。 うん、だったらもう海外かなんか行ってさ、本当に、なんか、わかんないけど、スイスみたいな,わない、スイスが行ったことないんでわかんないですけど、なんか、山と森と静かななんかみたいなとこ行って、生活しようとかいいんちゃうかとか、本当思うんですけど、まあ極論まで行っちゃってるんで、ちょっとあれですけど、でも、なんか、そもそもね、学校でも何でもそうだと思うんだ。学校なんか金払っていくわけでしょ。この会社、金もらって勉強できるんだもんでさ、俺そんなにいいとこないと思うんだけどな。 うんまあなんであのまあねなちょっと伝え悪いんですけど会社が嫌いだから辞めるっていうのは、まあ、まず辞めるなら辞めるで、まあ、辞めやいいと思うんだけど俺はその辞める前に何、うん、か周り何が悪いだとか先輩が悪いだとかあいつが鬱陶しいとか言う前にそれって自分に勉強するチャンスが巡ってんだから。 うん、そのチャンスにやっぱ乗っかって成長してから辞めても遅くないから、ま、うん、あこいつ任したろうとかさ、うん、まあ給料少ないっていう問題はどうかわからんけど仕事できるようになってまあね、一番上のクラスでも給料安い。でもじゃあそこでじゃあ何学べるんだって見やさ、うん、まあいいと思うしね。はいちょっと長くなりましたけど次行きましょうか。はい、うまい言い訳ベスト3。 嘘をついても大丈夫。1年したら事故をやめることは理屈じゃない。費用対効果を考えているならやめない方がいい。まあこれちょっとさっき喋っちゃったんですけど、喋っちゃったんですけど、あのー、なんつうんかな。やめるのにも本当に悩むと思うんだわ。で、ね、俺も従業員やってたし、ね、独立したし、いろんなことを経験してきて、俺もなんかその結構恥ずかしがり屋で、人に言うのって苦手なんですけど、なんか14年経営者やって本当にまあ思うのは、 別になんか本当のこと言ってあげるだけが本当のこと言うだけがいいわけじゃないっていうんかなうんか自分のためを思う自分がかっこいいじゃん本当のこと言うってことは自分にとって別にねあのいいことだからまあ本当のこと言いたいっていうのは分かるんですけど相手の気持ち考えたら嘘ついた方がいいんじゃないのって思うぐらい別になんかこの会社嫌ですって言って辞めていくんだったら 親の事情、うんまあ、親がねあのちょっと病気なんでどうしてもやめなきゃいけないだとか、うんまあ、引っ越ししなきゃいけなくなっただとか、まあ、いろんな理由があると思うんですよでも俺それでいいんじゃないのと思うの別に、うん、ただその自分の勤めとる先輩だとか勤めとる会社の社長が好きだったら、まあ、本当のことを言ってあげるって大事なことだけど、まあ、人間ってなかなかそんな強くないじゃん ね本当にそんなに、まあ人間って強くないで辞めたいときはもう、そのね、逃げた、逃げ出したい、逃げ出したいばっかだと思うんですけど、うん、まあ会社が嫌だってんだって言うんだったら、俺は別に本当のこと言うのが別に正義じゃないし、間違ってないし、でね、そんなこと言って辞めたら、ここに住めんのじゃないかってみんな思っておると思うんですけど、そんなことない。で、ね、まあ、本当に半年一年したら帰ってこれるし、 まあ、究極いや、3ヶ月、4ヶ月して、いや、あれ結局なくなったんですよ。じゃあ戻ってこいよ、お前。いや、だけどもう今、仕事決まっちゃったんですよ。って、今もうお世話になっとるとこあるんで、って、別に言い合いだけじゃん。だから、なんつうのかな、別に辞める時に、その、嘘をついて、まあ1ヶ月、2ヶ月したら、そんな話なんか時効だし、 まあ俺はもうそのこと全然気にしてないからもう辞めた理由って何だっけっていうぐらいだし別に自分の事情だろうが会社の事情だろうが俺あんまり気になんないのもう辞めるやつの名前なんか1ヶ月したら忘れちゃうくらいなんか次が次が次がみたいなとこもあるんであああいつあいつあいつ名前何だっけ前おったやつみたいな感じなんですよなんかそれ冷たいなーって思われるかもしれないんですけどうんね今おる子にも俺は必死に伝えなかんことっていっぱいあるから。 まあ俺はまあそれで当然だろうと思うし、まあよく動画でも言うけど俺頭悪いしさーって言って、本当にもうなんか、俺本当頭いいとか思ってんだけど、脳のキャパがやっぱ狭いんだよな。まあ年も取ってきとるのもあるし、大学とか中学校で勉強してないから、そもそもそのなんか成長期に勉強してないから、脳のキャパがなんかこれぐらいなんだよね。だからこれをなんかフル回転さしとるじゃないんですけど、いろんなこと考えて動いてるから、だってもう脳がそうやってるのもうできてる。 もう全てのことを忘れるように、まあ俺言われるんだけど、親とかにも、あんたあれ、この間行ったかねとか、あれ行ったかねとか言って、もうね、すぐ言われるんですけど、でもまあ、そんでいいと思ってるし、ね、覚えなかんこと。だって俺はもう手帳にも全部メモるし、そのカレンダー、カレンダー入れてないともう覚えてないもん。で、朝起きて、カレンダー見て、会社来たらもう忘れてる、ああ、それそれだったーって言って、よう、もうしょっちゅうアポイント忘れるんですけど、なんかやってるとね、まあ話がずれちゃうであれですけど、うん、だからまあ別に、 やめる理由は嘘つきいいよ、まずうん、であの独立する人もそう俺はまあ独立するあまあさっきのページだね独立する人に向けて言う言いたいな伝えたいなと思うのはうん何かいきなり独立するとか言うってなかなかハードル高いじゃん、うん、いやもうちょっと待ってくれって言うからあのー、嘘ついてやめりゃいいと思うよ送信と独立させてくれないもん うん、まあ俺ぐらいハートがでかいといいかもしれんけど、うん、独立させないのが普通だと思うでそれも自分の中で試練っていうかさ何ていうかそんな簡単にじゃあええ独立しろ独立しろ独立しろって言ってさせてくれって失敗することの方が多いから「うん、からお前独立はまだ早いわ」って言ってもう絶対早いから絶対に早いから独立なんて本当はだけどもういつまでだってもじゃあ30になっても40になっても従業員でやってる以上 で、そこでやっぱそこだからさ、絶対に早いっていうのかな。どんだけ仕事ができるようになっても、どんだけ人と喋れるようになっても、独立なんて早い。逆に言えば、その頭あるかろうが何しようが、独立して、やっぱ、すっごいきつい世界もあるから、<laughs> <laughs> うん、ね、嫌な世界もあるし、明日から仕事ねえっていう時も本当に経験するから、そっから初めて勉強だからさ、うん、だから、 俺はまあ独立はいつ何やったって早いと思うし、うん、だからまあ独立した方がいいと思うし、絶対反対されるし。で、その、やっぱ障壁があった方が人にとっていいと思ってるから、うん、全然ね、辞めるときに、ね、ばあちゃんが倒れたらいかなあかんだとか、そんなんでいいと思うよ、俺は、うん。で、じゃあ独立できないじゃないですかって言ったら、まあそうじゃないもんね、そうやって、 自然のところに、まあどうしてもこういう事情があるもんで3ヶ月は伏せといてくださいって言って。だけどさ、いい独立していかないと。変な、もうガチンコでもうじゃあ飛びますわって言って飛んだら、その世話になったところにもう顔出せんくなっちゃうから、そんな親不幸なことはないと思うんだけど、うん。まあ俺だったらね、独立して、あ頑張れよって。まあダメだ、もうちょっと待ってくれ、半年でもやめて、ね、半年1年やって仕事がないもんで社長とちょっとないっすか、仕事。俺はもちろん使うもんね。俺なんか本当にもう、 うん、仕事一生懸命やん。もう職人なんかみんな一生懸命やるから、うち。もう,んうまあ、やってないやつなんかすやめてけって言って言うしさ。うん、だから、まあ、そんなこと言ったら6食で <laughs> 困るけど。うん、だけど、まあ、職人の世界なんかそんでいいと思ってるし、俺も、うん。だから、ね、戻ってきてほしいよね。別に暇の時は、うん、社長ちょっと買ってくださいよって言って戻ってきてほしいなっていうのもあるだろうしさ。だから、 うん、まあ、嘘ついてでもやめて。送信と、その、親、親離れもできないけど、子離れもできんから、まあね、ね、うん。嘘ついてやめて。うんで、まあ、実は、こう、こうこうでって、3ヶ月後、半年後に、まあ、あれも落ち着いたんで、こうなりました。あなりました。んで、まあ、なかなか顔出しづらかったんで、昔世話になっとるところにちょっと顔出して、うん、使ってもらってました。って、いや、さ。まあ、そんで、 ね、半年、まあこれ1年って書いてあるけど別に1年もたたんでも時効だし。なんでごちゃごちゃ言ってよ、お前バカ野郎俺の知っとるとこに顔出すなどうのこうのとか言うね、職人の世界であるじゃん。まあ、例えばうちから下請けでいろんなとこ行って。うん、そんなのにお前そこに顔出すなって、まあ、1年経ってもうガチャ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 言うような人だったら俺はもう付き合いなんかやめやいいと思うし。うん、だから、ねえ、 職人の世界って、まあ、それだけ厳しい世界でもあるし、自分一つで稼げる世界だからさ。うん、まあ、アンチコメントのたわけがいっぱい返ってくるけど、うんうん、まあ、そんなこと気にしんと、給料安いとか高いなんか気にしんと腕磨いて、うん、まあ、そうやって独立していけばいいと思う。若くても全然いいし、ね、21,22,23でも、独立し合いでね。腕の世界だからね、職人の世界は、うん。30、40になってもダメなやつもいくらでもおるからさ。 だから、まあ俺は独立して、ね、単価のこともあるで別に一毒で使ってもいいんだもん。給料と同じぐらいで使ってもいいんだもんね。で、ガス代どうのこうのって考えたらってコメントでまたターゲット書くけど、本当そそら別に、今日明日金なんか儲からんでいいんだわ。うん。あの、その儲かったっていいことないし。で、だん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 ,だん金なんか後でついてくるやつだもんで。から、うん、まあ、一生懸命仕事頑張めましょう。ちょっと最後。 シュッ不思議けど、あの、あ、チャンネル登録といいねだけ。ぜひ、本当にお願いします。あの、で、Google の ID ね、作って、あの、チャンネル登録していただいたら、嬉しいです。お願いします。